ヒマイラを退治するベレロポーン。アッティカの赤い式エピネトロン。紀元前425年から420年。アテネ国立考古学博物館像ベレロポーン。または、ベレロポンテスは、ギリシア神話に登場するコリントスの王。シン名、ペイガソス,スに乗って、ヒマイラを退治した英雄。長母音を省略して、ベレロポン、ベレロポンテストも表記される。英語読みはベレロフォン。 ホメーロス及びアポロドーロスによれば、ベレロポーンはシーシュポスの息子グラウコスの子。しかし、本当の父親はポセイドオンだとも言う。母親については、メガラオニーソスの娘エウリュメデーあるいは、エウリュの名とされる、ルキアオ,オヨバテースの娘ピロのエとの間に、イーサンドロス、ヒッポロコス、ラーオダメアが生まれた。ベレロポーンは、はじめの名をヒッポノウスと言ったが、 コリントスの要人、ベレロスを殺して、ベレロポンテースと呼ばれるようになったという。これにより、彼は、ティーンス・オープロイトスのところへ、罪の清めを受けに向かうことになるが、ホメーロスの常ジ,ジシイーリアスには、この由来はない。アポロドーロスは、ベレロポーンが殺害したのは、兄弟のデイリアデス、または、ペイレーンあるいはアルキメネースだったとしている。またヒュギーヌスは、 ベレロポーンは単に追放の身だったとする。ベレロス殺しについて、イーリアスの翻訳者、松平千明は、名前の由来とプロイトスとの関わりを説明するために、作られた構成のフィクションかもしれないとしている。殺人の罪を犯したベレロポーンは、ティウンスオーンウス王プロイトスに清められた。プロイトスの子、ステネボイアが彼に恋心を抱き、相引きを申し出た。 ベレロポーンが拒絶すると、ステネボイアは事実とは逆に、ベレロポーンから誘惑されたとプロイトスに訴えた。プロイトスは怒ったものの、客に直接手を下すことははばかられたので、ベレロポーンに手紙を持たせて、ルキアに使わした。手紙には、ベレロポーンを殺すようにとの依頼が書かれていた。ベレロポーンとペーガソス、アフロディシアスで発掘された、レリーフルキア王ヨバテスは、 ステネボイアの父であり、ベレロポーンが持参した手紙を読んだ王は、彼に、キマイラ退治を命じた。キマイラは、頭からライオン、ヤギ、ヘビの体を持ち、口から火炎を吐く怪物だった。ベレロポーンは、ペーガススにまたがると高く飛翔して、キマイラを射殺した。ペーガススは、コリントスのペーレーネーの泉で水を飲んでいる時に、ベレロポーンが捕らえたものだった。または、 ポセイドーンからの贈り物として、女神アテーナーがペーガソスを彼のもとに連れてきたとも言う。次に、イオバテイスは、ベレロポーンをソリウモイジンと戦わせた。ベレロポーンが勝利すると、さらにアマゾーンに戦いを挑ませた。三度目も勝利したベレロポーンが帰還しようとするところを、ルキアの勇者たちを選んで待ち伏せさせたものの、ベレロポンは一人残らず打ち取って戻った。イオバテイスは、 ベレロポーンが英雄であることを悟り、娘のピロのエを与えて、後継者とし、王権の半分を譲った。ベレロポーンがユキアからティーリュンスに帰ってきたとき、ステネボイアは自殺。また、エウリピデスの失われた悲劇。ステネボイアによれば、ベレロポーンは、ステネボイアへの復讐のために、ベーガソスに乗って、ティーリュンスに飛んできた。ステネボイアは、 ベレロポー,ーンが死んだと思って、生にを捧げようとしていたところだったが、ベレロポー,ーンは、孔の愛に屈したかのように見せかけて、彼女をベーガソスに乗せ、カーリアに向けて飛んでいく途中で突き落とした。ステネボヤの死体は、メイロス島の漁夫が見つけて、王のもとに運んだという。エウリピデスの失われた別の悲劇、ベレロポンテースでは、ベレロポーンは、神々の存在を突き止めようとして、 ベーガススを買って天井を目指したが、振り落とされてアレーオンののに落ちた。ベレロポーンが天に昇ろうと試みたとき、その凶慢を罰するためにゼウスの来帝に打たれたとも、ベーガススが彼を投げ落としたとも言う。ベレロポーンは足を引きずりながら、運命を悲しみ、人を避けて暮らしたという。ホメーロスでは神々の憎しみを買ったベレロポーンがアレーオンの野を彷徨ったとされているが、 神々に憎まれた理由は述べておらず、ベーガソスから墜落したことにも触れていない。ヒュギーヌスによれば、ベレロポーンがステネボイアの妹と結婚したのは、彼がアレオオンののに墜落し、腰の骨を脱臼した後のことで、イオバテイスが彼の勇気を称賛したからだという。ベレロポーンは、トロイゼーン王ピッテウスの娘、アイトラーに求婚したが、アイトラーは、アイゲウスと結婚して、テイセウスを産んだ。 ヒュギーヌスによると、ペリアースの総霊競技においてベレロポーンは、競馬で勝利したとしているが、同じ総霊競技でベレロポーンの父親、グラウコスが、戦車競技で、馬たちに食い殺されるという事件が起こっている。ベレロポーンと、ベガソス,スベレロポーンは、ヘイラクレース以前のギリシア神話中では、カドモス、ペルセウスと並ぶ最大の英雄であり怪物退治者である。彼は、 ポリントスとリキアで神として祀られていた。ハンガリーの神話学者、カール・ケレーニーによれば、ベレロポーンの元の名前はヒッポノースあるいはクリューサー・オールだったとも言う。ヒッポノースはヒッポスから取られており、クリューサー・オールはペーガソースの兄弟であり、いずれも馬との関連がある。ベレロポーンがプロイトスの手紙を持たされたというエピソードは、英雄時代に文字があったことを推察させるものであり。 このことは20世紀中頃の千文字 B の解読によって決定的となった。ベレロポーンが戦った相手のソルモイ人は、ヘロドトスの歴史巻1-173によると、リュキア地方の原住民である。彼らはクレタ島から来たリュキア人に追われて、山岳地帯に筆迫させられたため、リュキア人と敵対関係にあったという、イギリスの詩人ロバート・グレーブスは、 ベレロポーンがヘイリオスの息子パエトオーンと同様な最後を遂げることについて、二人が新たな太陽神、ゼウスに信仰をとって変わられた太陽の英雄だからだと解釈している。また、投げ槍の名手であり、空を横切って飛ぶベレロポーンは、彼の祖父シーシュポス、またはテスプと同一人物ではないかと推測している。ありがとうございます。